アンドリュー・テイラー・スティルアンドリュー・テイラー・スティルはアメリカの医師。オステオパシーの創始者であり、オステオパシー療法の父と言われている。スティルは1828年にバージニア州で生まれた。父親はメソジストの牧師であると同時に医師であった。幼い頃にスティルは父親の後を継いで医師になると決め、医学を学んだ後は父親の下で修行を積み、 ミズーリ州で MD の資格を得た。また、後の1860年代初頭には、ミズーリ州カンザスシティの学校で、下界の単位も追加取得した。南北戦争には、北軍の従軍医師として参加している。南北戦争の後、彼は3人の息子を赤髄膜炎で失い、正当医学は完璧ではなく時に有害ですらあるとの結論を得た。彼は、 それからの10年間人体について研究し病のより良い扱い方を見つけ出した。彼は自身の研究や臨床的な観察により人の筋肉や骨格の仕組みが健康や疾病に重大な役割を果たすと考え、もしそれら筋肉や骨格に適切な刺激を与えることができるならば健康を維持することができるに違いないとした。また、 今もなおオステオパシーの主義として知られているやり方で、治療行為を行うことにより、体の構造中の問題を修正することによって、体は適切に機能し、かつ自己治癒力が改善されるかもしれないと信じた。さらに、彼は予防医学についての考えを推し進め、医師は病だけではなく、患者の全体としての治療に注目すべきとの考えを、指示した。 これらの革新は新しい医学的アプローチを形成し、オステオパシーの基礎となった。この思想に基づき、スティルはオステパシーの最初の学校となる、最初の学校アメリカンスクールオブオステオパシー、アメリカンスクールオブオステオパシーをミズーリ州のカークスビルに設立した。ありがとうございます。